翻訳分子生物学などにおいては、翻訳とはメッセンジャー RNA の情報に基づいてタンパク質を合成する反応を指す。本来は細胞内での反応を指すが、細胞によらずに同様の反応を引き起こす系も開発されている。翻訳は細胞が最も多くエネルギーを使うことの一つである。盛んに増殖する細胞内では細胞内の 全エネルギーの80%と乾燥重量で50%に上る物質がタンパク質合成に関与している。1タンパク質合成のためには100を超えるタンパク質とメッセンジャー RNA が調和して働くことが必要である。生物の遺伝子が持っている情報は DNA の塩基配列の形で細胞内に保持されているが、その情報の一部は 生体内で合成されるべき、タンパク質のアミノ酸配列を規定したものである。DNA の持つ情報は電車と呼ばれる過程によって、まずメッセンジャー RNA の形に変換される。そして、メッセンジャー RNA の持つ塩基配列情報に即して、リボソーム内で、アミノ酸が10合子ポリペプチド差が生合成される。このポリペプチドの合成過程が翻訳と呼ばれる。 メッセンジャー RNA、これには DNA から転写した翻訳に必要な情報があり、3のクレオチド単位で1つのアミノ酸を指定する。トレナ、メッセンジャー RNA のコドンとポリペプチドに付加されるアミノ酸等をつなぐアダプターとなる分子。アミノアシルトレナは、トレナの3末端にアミノ酸が結合したもの。アミノアシルトレナ合成酵素。 アミノ酸と核アミノ酸に対応する、特異的トレナを結合させる。リボソーム、タンパク質の合成はリボソームで行われる。メッセンジャー RNA のコドンに対応するトレナを引き寄せ、アミノ酸を新調中のポリペプチドさに結合させる。リボソームは2つのサブユニットからなる。内部にはという3つのトレナ結合部位が存在し、リボソームが メッセンジャー RNA 上の三方向に動いてアミノアシルトレナが AVPV と入れ替わる反応の際にポリペプチド差が伸長されていく。翻訳に関する機構も転写と同様大腸菌が基本的なフォーマットになっている。新核生物や古細菌における翻訳も基本は同じだが細部が異なる。翻訳には以下の3ステップが存在する。開始。 リボソームにメッセンジャー RNA が捕まる。メッセンジャー RNA 上の開始コドンに対応する。トれながリボソーム上でメッセンジャー RNA と水素結合で対応する。身長、メッセンジャー RNA のコドンに対応するアミノ酸が次々とペプチド結合で結合される。集結、メッセンジャー RNA のストップコドンに至ると、 解放因子と呼ばれる、タンパク質がやってきて、転写は終了し、ポリペプチド差が、リボソームから解放される。合成されたポリペプチド差は、シャペロン分子などの助けを借りて折りたたまれた構造を、取ることや、切断、負荷などの翻訳語就職を受けることが、タンパク質の正常な機能には必要となる。個々のステップの詳細については以下に述べる。 大腸菌の翻訳開始はリボソームがサブユニットに乖りしてメッセンジャー RNA にリボソーム症サブユニットが結合することから始まる。メッセンジャー RNA のリボソーム結合部位は社員ダルガーの配列としてよく知られており、その配列は以下の通りである。この配列と1 6 s ナが塩基体を形成してリボソーム症サブユニットが結合できるようになると考えられている。 社員ダルガーの配列は、絶対的なものではなく、比較的似た配列でも認識される。社員ダルガーの配列に結合した、リボソーム小サブユニットは遺伝子の開始コドンまで、メッセンジャー RNA 上を移動し、メチオニントレナが開始コドンに結合する。大腸菌の開始コドンに使用されるメチオニンは、水素原子の部分が、ホルミル化して、N ホルミルメチオニンとなる。 このアミノ酸が付いた開始、トレナをフメットトレネフメットで表す。メッセンジャー RNA、リボソーム小サブユニット、フメットトレネフメットの結合した複合体を開始複合体と呼ぶ。なお、これらの反応は翻訳開始因子というタンパク質によって触媒される。翻訳開始の最終段階、つまりポリペプチド差が形成される直前に、リボソーム大サブユニットが、 開始複合体に結合する。この時に翻訳の反応が可能になる 70S リボソームとなる。ダイサブユニットが会合した際、社員ダルガーの配列と開始コドンの絶妙な距離により、先に述べたリボソームの PV に開始コドンが来るようになる。なお、開始コドンが理想的な距離からずれた場合、翻訳速度が遅くなってしまう。 最近の翻訳開始因子リボソーム小サブユニットから始まる。最近の翻訳に関する反応は、先に述べた通り IF1、IF2、IF3 という3つの翻訳開始因子が触媒する。3つの開始因子が結合した小サブユニットは、メッセンジャー RNA、開始、トレナとに結合できる。順序は、どちらが先でも良い。アミノ酸のついた開始。 トレナが PV に結合した7 0 s リボソームが完成するとポリペプチドの合成が始まる。ポリペプチドの合成には次の重要な反応が起こる必要がある。PV にはホルミルメチオニンをつけたトレナが AV に2個目のアミノアシルトレナが結合。ホルミルメチオニンと2個目のアミノ酸との間にペプチド結合が形成される AV に生じたペプチジルトレナと それに結合したメッセンジャー RNA のコドンを PV に定移する。その後 70S リボソームが動いて EV のホルミルメチオニンのトレナが離脱する AV は空になり次のアミノアシルトレナが結合できるようになる。4の後は1に戻るが PV には一つ前のアミノアシルトレナが入っている。この反応が連続して起きることによりメッセンジャー RNA 内の遺伝子が ポリペプチドさに翻訳され、収コドンまで、この反応は続いていく。この反応も、同様に翻訳伸長因子によって触媒される。リボソームが、メッセンジャー RNA 上を動き、収コドンが a v に入ると翻訳の集結が始まる。この時に、AAV のアミノアシルトレーナーの入る部位に、翻訳集結因子と呼ばれる、タンパク質が入り込み、翻訳複合体を、 ポリペプチド、トレナ、リボソーム、メッセンジャー RNA に乖離する。集結因子の種類と役割は以下の通りである。ポリペプチドは新調されていく段階からすでに特定のコンフォーメーションを取り始めており、集結して遺伝子の高度していた機能性タンパク質として機能し始める。ただし、タンパク質が発現した後も別のタンパク質によって就職を受けていくこともあり。 遺伝子配列がそのままの配列で、タンパク質として発現していないことも多々ある。深核生物での翻訳は、原核生物と比べて複雑である。その中でも、以下の点が重要である。1、深核生物のリボソームは、より大きく、60S の大サブユニットと 40S の小サブユニットから 80S のリボソームができる。2、合成開始に用いられるのは、 N ホルミルメチオニンではなく、普通のメチオニンである。しかしトレナは特殊なものであり取れない、またはトレノフと表記される。3. 社員ダルガーの配列が存在せず、メット取れないと結合した 40S リボソームが、メッセンジャー RNA5 末端のキャップ構造に結合し、カイシコドンオーガストを探す。配列内リボソーム侵入部位という特殊な RNA 配列を利用して、 キャップを利用せず途中からリボソームが結合することも、ある4、真核生物のメッセンジャー RNA は5のキャップに、開始因子エルフであるエルフマイナス 4E がくっつき、また3のポリエイには、ポリエイビブ結合タンパク質パブ P がくっつき、その両者に、エルフ 4G が結合することで感情になっている。5、身長因子、集結因子が異なる6、高等生物の翻訳装置は、 細胞骨格に結合しており、物理的な複合体を形成している。古細菌の翻訳過程はまだよくわかっていない。だが、新生細菌と深核生物の中間的な性格を持つと考えられている。開始機構は、シャインダルガの配列を使用すると見られており、やや新生細菌に類似する。開始 TRNA は、ホルミル化されていない、メチオニン、という、 抗成物質感受性は深核生物の方に似ている。ありがとうございます。